カンパング初日、今日も朝から皆さんご苦労様です。今年も、呼んでいただいた勝田さんと勝田さんをはじめとする、カンパングのスタッフの皆さん、そして、今年また新宿ロフト呼んでもらいました、ありがとうございます。そして何より、他の場所でもかっこいいライブがたくさん今もなお繰り広げられているにもかかわらず、この時間、この新宿ロフトに今コモに集まってくれている皆さん、本当にどうもありがとうございます。あの余計なことはもう何も言いません。とにかくロビータ18号今年結成35周年で、11月の24日日比谷野外大音楽堂でワンマンショーやらせてもらいます。とにかく今もここに全てを集中して、で今日もなんかその集中がさ、35年でいい、今すごい52歳なんだけど、まだまだ右肩上がりなんですよ、お客さん。わかりません。なんか年齢関係ないのかな、これ。なんで、いい夢見させてもらってます。クラウドファンディングもやってます。チケットも今日、物販で売ってます。あとは、パンク雑誌、ポロックスで、今売ってる号が、石坂先生をカバーガールを務めてます。ありがとうございます。ねえ、52歳のおっさんかおばさんがよくわかんない人がさ、かわちゃん特集って書いてあるのに、氷河のシャツ着てんですよ。そんな、ボロックスに本当に、ボロックスの勇気に感謝します。ありがとうございます。もう、なんで、とにかく今日は、楽しくやりたいと思いますんで、ぜひ皆さんも、まあ、ここ3日間、今日から3日間ね、3日間、皆さん、怪我だけは、しないさせない。最後までボカボカ楽しんでいってください。楽しんでいってくれるかな？ありがとう。じゃあ、アルタが近い、ここから、次、ロリータ18号の割と新曲やります。ラブソング。
ないこの曲みたいな感じですか。だってしょうがないじゃん、バンド35年もやってんだもん。いっぱい曲ができちゃってね。でもこれからは
もう、皆さんに、そんな流れで素敵なお知らせが、次も割と新曲です。ただね、今日むっちゃ、いつも一生懸命やってるけど、今日とにかくなんかすごく力入ってたみたいで、足元にね、みんな曲順が置いてあるんですよ、メンバーの。次何やるかっていうの分かるように。一曲目で出てきて、ぐしゃっと音がしたんだよね。ほんとビリビリになっちゃった。そのぐらい、今日はなんか分かんないけど、すごい力が入ってます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ。なんですか。耳がもう耳が遠くなってね、おじさんの黄色い線が飛び交ってますけど、ありがとうございます。じゃあ今叫んでくれた方、ぜひ皆さん、その胸を、X でつぶれてくださいライブが終わって助かります。じゃあ行きましょうか。タコチが作った曲で、ずっとわけあって5年間ぐらい離れ離れになったんですけど、またこうやってね、田口と私一緒にバンドやってるんですよ。そんなこともね、バンド続けてたらあるんですよ。皆さんもね、その生活の中でもそういった人のつながりとかもあるでしょうけど、こんな楽しいこともあるんです。なんで、そんな思いを込めて歌詞書きました。曲は田口が作りました。タイトル、リズム。Thank you.
Thank you.